それがジャンヌ。なんかバンダナ巻いてる吉祥。俺こいつ一番好きじゃないから戦わないでしょ。レベル上げるの大好き。あーでも、あ、もうなんだこの気持ち悪い奴ら。一番、オレンジレンジのボーカルみてえな服装しやがってよ。あ、ごめん。聞かれてた。騙されたね。騙されてねえや。気持ち悪がってたんだよ。すると。はい、10万円。千万手に入れた、千万。あいつ確実にアンズでしょ。こいつ出そう。あれ？っていうのは嘘。私が本物、赤軸ジムのアンズよ。本物かよ、お前な、空飛んでる、ブーン。あ、これ待ったんだ。これアンズじゃねえ、これ待ったんだわ。よかった。よかった、よかった。そんな本物がね、いきなり来るわけねえじゃん。あんた強いね。特別にこれあげるわ。俺は毒毒と見てる。強い毒で相手の体力を奪う。毒毒って技よ。宿り木毒毒守るでいくわ。もっと修行して、もっともっと強くなる。私の、あたいの父上にもあんたにも負けない。あ、ごめん、なんか、父上すでに、亡き者としてるわ、俺が。すでにお前の父上は、俺が倒してる。身代わり毒毒守りでいくわ。あいつの父上戦は。ちょっとまあこの辺、あー、倒していこうかな。ちょっと待って、お母さんに電話するから。母親に、母親電話、う。嫌な思い出が。塾帰りだ、ともゆき。な、ゲゲじゃあんま上手くねえな。27だろ。ただまあ、スマウグの、餌食と。これ年齢的にも菅野じゃねえな。おい、20年前7歳だろ。おい、菅野じゃねえかよ、これ。きっしょ。だから勝てねえんだろうがよ、ポケモンばっかやってやがってよ。どうせそれも親の金だろうがよ。達人の金で買ってんだろうがよ、コイルもよ。完全にそうじゃん。なあ。絶対これ原辰徳の金で買ってるでしょ。親の七光デッキか。お、丸前に投げて、ほら、ビリリ玉とか投げて、こいつ。投球練習に使ってたのか。クソ虐待野郎。俺、見る目変わったわ、大好きだったけど。人が信じられなくなってくる、このゲームやってると。なあ。人が信じられない。信じられない。ほら、ヒルマンも見てるわ。外野席から。俺今日なんかちょっとおかしくない？なんか、日に照らされて、もしかしたらなんかあれしてるわ。実況しすぎてさ、ポケモンって、あのさ、みんなさ、ポケモン見てるときってどういう目で見てる？結構さ、ポケモン俺が視聴者として見るときって、だらだら寝ながら 見れたりするのがさ、ポケモンの醍醐味じゃん。そう、やってる方ってさ、実況を結構試されるわけよ。同じポケモンがさ、ずーっとさ、同じような敵と戦ってるだけじゃん。なんか、いろんな枝分かれしていってしまう、人格が。対戦しようよ、僕、負けた。